では本日ご紹介するのがブラザーのインクジェットプリンタープリビオベーシックシリーズの DCP-J952N でございます。こちらのプリンターはプリント、コピー、スキャンができるプリンターとなっております。でこちらにモニタータッチパネルのモニターがついておりまして、スマホのように使うことができます。また、レーベルプリントもですね対応いたしておりまして、こちらにケースが入っております。こちらの、こちらに CD をセットしていただいて印刷することが可能です。でこちらにも ADF 機能がついておりますので、複数枚の用紙を一度にスキャンコピーすることができます。またこの製品の特徴として、コンパクトな本体ながらも操作がすべて前面からできるようになっております。機能の選択はこのタッチパネルからもちろんのこと、インクの交換、用紙の交換も前面から行うことができるようになっております。用紙トレイに関しましては2段休止トレイとなっております。今は A4 用紙が入っておりますが、はがき用紙を入れる際はこちらにセットしていただいて、前面の方に用紙を送ってセットするとはがきを印刷することができます。メモリーカードはですね、こちらに USB と SD カード入るようになっております。USB のケーブルはこちらにですね、見えますかね、 USB ケーブルをつなぐところがあります。また配線もですね、こちらうまく後ろに隠れるようになっておりますので、リビングにもすっきりと収納することができるかと思います。では続きまして、こちらの DPJ の紹介をさせていただきたいと思います。基本の機能は一緒なんですけれども、こちら先ほど説明した CD、DVD レベルがついておりません。その代わりですね、背面トレがついておりますので、厚紙などの紙も印刷することができます。早速やってみましょう。今回こちらのカタログの印刷を行います。背面にこちらのトレイがありますので、出していただいて紙をセットします。でコピーをスタート。背面トレイから印刷することによって、厚紙などの厚い紙、封筒にも対応するところが一つの特徴となっております。できました。